気温が上昇すればやっぱりクーラーを使う頻度とかも上がってきて、さらに悪循環になってしまって、太陽光発電とかそういうヘムズとか使って自分にプラスにどんどん節電になっていく。取り入れられるなら取り入れた方がやっぱりいいよなっていうふうに思う。我が家で使ってる電気の量の全体の数字です。こちらは太陽光の発電の量ですね。どこが一番多く使ってるかとかね、無駄に使わなくて済むような設定がヘムスを見ながらできましたですね。全員が集まる時間が少なくなってきた分、一箇所に集まってそれぞれのことをやるってことで会話をする時間をそれで増えてるから、エコにもなるし、今日あった話とかも聞けるので。使わない部屋は電気消すとか、小さい時からそうなので、温暖化ってことが本当に怖いんだよっていうのを、僕の時代とかじゃなく子供の時代を考えるとやっていった方がいいと思いますけどね。川の部分を捨てないで使えるっていうのも、その農薬を使ってないって知ってるから。やっぱり直接販売するといいですよね。お客さんがここに来ると美味しいものがあるとか、安全なものがあるとか、町で畑があるから野菜も作って田んぼもやってっていうことは、結果として緑も守られていくっていうことにつながってきますよね。